水戸ホーリーホークから始まり、大分トリニータ、モンテビオ山形、そして西元金沢のクラブでお世話になりました。クラブ関係者の皆様、パートナーの皆様、常に応援してくれるファン、サポーターの皆様、僕をいつも応援してくれた皆様、本当にありがとうございました。西元金沢に来ていろいろ変化がありました。 J3 初年度で優勝できたこと、そして J2 昇格、残留争い、クラブハウスの建設などたくさんのことがありました。常にそこには皆さんがいました。その中で何度も心がダメになりそうなこともありましたけど、その度に何度も何度も僕を奮い立たせてくれたのは皆さんです。リリースにも書きましたが、頑張ってね、応援してるよ、次もアウェー行くね、その生の声が本当に僕の背中を押してくれました。その声がなければここまで長く続けることはできなかったと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました。最後になりますが、今まで僕のことを応援してくれた皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。水戸、大分、山形と多くのクラブを渡り歩き、最後は地元石川に戻り、西元金沢のために力の全てを尽くしてくれました。佐久田選手の功績を称えるとともに、12年間のプロ生活にねぎらいの温かい拍手、皆様お願いします。お疲れ、ありがとうございました。ちょっとなんかあの3万ポーズ
ワンマンポーズ。はい、ありがとうございます。いやー、今年は一番泣いた今年一番泣いた、俺もやばいね。はい、皆さん今日も本当にありがとうございました。やればできるクラブだと思います僕は来シーズンからは、いませんが、変わらず選手の後押しをよろしくお願いします。僕も今後は制限金沢を応援する立場としてしっかりと見届けさせていきたいと思います。まだ今後は決まってませんが、少しでも力になれるようにサポートしていけたらなと思います。皆さん来シーズンもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。